こんにちは、永田まつりです。今回も私の動画をご覧いただきありがとうございます。中国チーム入りしているのにどっちつかずのコウモリ外交で完全に孤立している韓国が米韓首脳会談を行い、共同記者会見で空気の読めない発言をするなど大成功を収めたムンジェインですが、バイデンが菅総理の参加を希望するとムンジェインはあからさまに嫌がったようです。それではニュースを見ていきましょう。それではニュースの詳細です。ジョー・バイデン米国政府が先月米韓首脳会談に菅義偉首相を合流させ、韓米日首脳会談を開催する計画だったが、韓国が難色を示したと共同通信が複数の米日関係当局者の話として報じた。同通信によると、4月16日、米日首脳会談が終わったばかりの同月下旬、菅首相の米国再訪問を日本政府に打診した。しかし、ムンジェイン大統領側が、この計画について、韓米首脳会談がうずもれてしまうと、強く難色を示し、韓米日首脳会談は、実現しなかったことが分かった。同盟外交を重視するバイデン政権は、冷え込んだ韓日関係を改善するきっかけにして、台湾問題などをめぐる韓米日の提携を強調する目的があったようだと、同通信は伝えた。韓米日は、核ミサイル開発問題に対する連携を確認する見通しだ。バイデン政権は、最近、再検討を終えた北朝鮮政策について、詳細に説明する方針だ。首脳間の対北朝鮮政策の調整を図る目的がある。ただ、韓日首脳会談の開催は不透明だと、同氏は伝えた。日本側が、慎重な姿勢と説明した。外務省のある幹部は、会った時に言葉を交わす程度ではないか、と述べた。それでは、ネットの反応です。なぜ、他人のイベントに参加しようとする？当たり前だろう。ムンジェイン大統領、すごくよくやりました。アメリカの遊びにうまく対応しましたね。日本を国力で抑え込むためには、団結した国民性が必要です。日本の被害者意識はすごい。菅が、ムン大統領と人柄や実力で相手になれるの？最後までご視聴いただき、ありがとうございました。コメントいただけるととても嬉しいです。皆様の応援で頑張れます。チャンネル登録、高評価お願いいたします。また次回の動画も見てくださいね。